あれ、何これ、何これ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいすごい。ではみんな集まりつつあるかな、ありがとうございます。ではでは、あれ何これ、なんかみんな垂れ幕すごくない、え、これ何これ、え、すごくない、え、怖い怖い怖い、みんな跳ねてるんだけど、これ何か、何これ、何か一旦もめんかと思ったら、怖い怖い、ありがとう、でも誕生日ってこと、ありがとうございます、何これ、すごいね、みんなどうしたのこれ、すごいじゃない、ありがとうございます。いや、すごいけどみんな跳ねてるねこれ。何これ。すごい。いや、ありがとうございます。あ、祝誕生日。すごい。え、ジャンプするとちゃんとみんなこう何くしゃってなるのねこれ。すごい。ありがとうございます。いや、嬉しいこれ。え、どうや、いつの間にこれ。すごくない？ちょっと。ありがとうございます。囲まれてる。あ、パパ、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。え、すごいすごい。こんなアバターみんな揃えるの大変だったでしょ。すごい。モルさんに作ってもらいました。モルさん。モルさん。すごいすごい。え、ではみんなに配って。いや、すごい、はい、配りました、おめでとうございます。いや、嬉しい、嬉しいな。最初なんかみんな裏側しか見えなかったから、一旦モメンがいっぱいいると思ったから。一旦モメン。いや、すごい、いや、パパのお誕生日です、ありがとうございます。皆さんで歌を歌いましょう。歌、はい、Happy birthday to you. Happy 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 birthday to you.ありがとうございます。おめでとうございます。いいですね、みんないろんなとこから歌ってくれてるから絶妙にずれててすごくいいです。あれ、カオスになりましたけど、カオス、カエルの合唱みたいなんだけど、ありがとう、なんかメタバース感出ました。いや、嬉しい、ありがとうございます。すごいな、みんな歌まで来たの、すごい。いやー、いい43歳の、ちょっとこのアバターで言うのもなんですけど、43歳になりました。ありがとうございます。いや、嬉しい。いや、もうじゃあアート選手権とかいっか、ありがとうございます。ええだよ、ええええ、いやー、嬉しい、ありがとうございます。すごい、これすごくない、でもみんなめっちゃ待ってここまでできるようになったってことですよ。いやー、嬉しい、カエルの合唱もできました。パパ、おめでとう、ありがとうございます。でも、あの、いや、改めてね、ですけど、ボイシー始めて、まあ、もう8周年、8年間毎日配信してるわけですけど、で、メタバースやったりとかいろいろやって、いや、まさか、43歳の誕生日、これだけ多くの方に祝ってもらえるとは思っていませんでした。本当にこれは幸せな、だと思います。本当に皆様、圧倒的感謝、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、嬉しい、しかもこれ映像に残ってるからいいですね、これもうこれ墓場に入れてきます、ありがとうございます。いやー、嬉しい、ありがとうございます。ではちょっとこのいいですね、この祝福ムードの中、高梨さん、あの AI アートコンテスト、一体どんなコンテストなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、ありがとうございます。ですね、今その音が、YouTube の音が若干遅れて入ってきてる気がします。あ、本当で、あ、多分ね、しのみさん、多分ディレイはあると思うんで、音自体が入ってれば大丈夫だなと、ね、あ、大丈夫ですか、うんうんうん、あれ、入ったりしてない YouTube、 後から流れてる音が。多分ね、ディレイはある分には大丈夫だと、じゃあ大丈夫ですか、はい、大丈夫だと、
はい、すみません、田村さん。大丈夫さん。はい。はい。はい、ですね、パパさん、この浦市のやってるエイジョンプラスのイベントで、今、AI アート選手権っていうのをやってます。最近、生成 AI っていうね、チャット GPT みたいなのに文章を打つと勝手に絵を作ってくれるっていうのがあって、でそれで、今回ですね、今、お子さんと、今、4歳から15歳のお子さんと、そのお子ちゃんの方と一緒に絵を作ろうっていうので、一人やってみて、ね、Adobe Firefly っていうソフトを使ってやってます。で、それを、今、ここでですね、後ろの方にこうずらっと、こちら、はい、いっぱい出てるんですけども、こちらの方に今、作品が出てます。後ろの方の壁の方にずらーって出てるのは、先日やったおじさん選手権っていうね、おじさんとか心がおじさんの女性、皆さんね、複雑だな。美醜っていうね、美しさと、醜さっていうのをもうちょっと表現しようって言って、皆さん書いてくれたのが、後ろにずらーっと出てます。で、この今、このマス席のね、この前の方に出てるのが、今募集している途中で作品も出してくれてるお子さんたちの作品ですね。お子さんたちのテーマは女相撲ということで、この相撲の、ね、大会にもあってますね。そして審査員はですね、なんと、こちらにもいらっしゃる西尾さんとですね、あと何人かの方がやってくださるので、皆さんもね、これちょっと見に行ってください。近づくと、これ、メタバースの時にやると近づきましょうか。近づきましょう。で近づくとね、こう近くタップとかできるとタップするとね、自分にだけこの絵の説明が出ます。消すときはね、同じ絵を叩いてください。同じ絵っていうかね、この説明の裏側になっちゃうんだけど、もともとの絵の方を2回同じ真ん中辺をね、叩くと消えますね。すごい、すごい説明が出ます。間違えて今、パパさん叩いて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 パパさん、プロフィールが出ますね。こんな感じでちょっとね、これ美術館みたいなことパパさんやりたかったじゃないですか。そうそういうのがこれ、この表示するのがちょっとできるような感じで、いや、これすごいな。今度あれですよ、西尾さんとか、ユミさんとか、早口さんとか、ポスターとかで、別の紹介で、説明ができたらというのを作るようになりますね。いや、そう、これね、すごい。これ、ね、やりたくて、こういうクリックすると詳細な説明が出るみたいなのやりたくて、私なんかこういうできるんじゃないかなっていうアイデアはあったんですけど、これって今回高田さんが形にしてくれました。本当にこれ素晴らしい。ちょっとこれでカメラのモードだとうまくクリックできないから、多分 YouTube の方では見えないかと思うんですけど、これ入ったアバターで入った方はね、そうクリックしていただくと絵の詳細が見えるようになるので、ぜひクリックしていただきたいなと思います。でも高野さん、応募作品はじゃあ女相撲はここにある前のところ結構ありますね、これね。そうですね、これね、面白いんですよ。こう説明とか見ると本当に小さい お子さんとかでね、相撲とか女相撲とかって言うと女の人が2人で相撲取ってるっていうのが一番思いつきやすいんですけど、熊さんとかね、熊のスリープを見たりとか、あと思いついた単語を並べたら、こういう絵が出てきたよっていうので、なんかこう、なんかね、大人ではこう出てこないような絵が提出されたりとか。なるほどね、ちょっとそういう感性みたいなことも、ね、楽しんでいただきたいなと思います。いや、いいですね。で、これがまだまだ募集中でして、この左の方の上の方に、エントリーと、募集のね、こちらに説明がありますね。こっちですね。はい、これ、カメラマンの後ろ、左の上の方、これます。そうこれね、まだ何日まで募集してるんですか。で25日の土曜日なんで、あと2日ありますね。あ、2日ある、うん、2日ある。これ生成 AI が書くから2日あれば十分、これそう、いけちゃうんですね。なんですよ、そう、 Adobe のアカウントだけ作って、そこでこちらのね、インスタの方に作り方載ってますんで、それやるとね、すぐに作れます。数秒でまず絵は形作って、で無料で作るって、無料でね、25回くらい貯めてるので、なるほど、またちょっと直したりとかしてて、いろんな色が出てるんで、その中でちょっと気に入ったのが出てきたら、あ、じゃあこれ出してみようって出してみてください。これ結構すごいね、賞金が出たりとか、いろいろと何ですか、豪華な賞を用意します。で、賞もね、関東賞とか、はい、美術賞とか、すごい最悪3賞あるじゃないですか、3賞に謎が入った3賞賞とかですね、とかあったりするので、そんな風に相撲になぞらえて、やってます。
、まあ、あれじゃん、比較としてはお子さんと一緒に何か作るっていうのが、そうですね、今回のね、参加資格なんですね。お子さんがいらっしゃらない方は、これね、絵を出すのは、ね、簡単にね、一般投票ってのがありまして、はい、はい、はい、25日に締め切るんですけど、その後、一般投票があります。審査員は西尾さんとか、はい、審査員が賞の、まあ、トップとか2位とかっていうのをだんだん決めていくんですけども、はい、一般投票枠がありまして、一般投票はもう皆さんからのアンケートで一番多かったものが審査員ではなくて皆さんからの、なるほど、投票で人気投票で決まるっていうのがあります。なのでこっちこれちょっといろいろ見ていただいて、あ、絵がいいなとか、あ、エピソードがいいなっていうのがあって、で後ほど27日になったら、アンケートの URL を紹介しようと思います。このメタバース会場ってまだしばらく入れます。しばらく入れますので、はい、そうですね、大丈夫です。いや、その時になったら、はい、リンクとかなんて看板のことも頼むと思いますので、はい、はい、なんか、手出さない人も投票する時もあって、皆さんに一番投票もらっていいかなと思いますので、ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ、はい。いや、いいね、素敵ですね。これ、ユミさんどうですか、絵見えます？はい、見えてますよ。すごいすごい。祝誕生日だから、すごい素敵ですね。誰がどこだか聞いたもん。これ一回説明だったら、出てないんですけど、これどうすればいいのか。説明だったらですね、もう一回絵を触るんです。あの、出てきた絵じゃなくて、もう一回絵を触るんです。元々の、同じ絵を触るんです。そう、同じ絵を触る。難易度が結構高くて。ちょっと難しいですね。あの、説明が手前に出てちゃうんで、ちょっと見づらいんですけど。西尾さんの、あ、本当は登りが動いてる、動いてる。西尾さん動いてる、動いてる。西尾さんがどれか分からない。あ、なるほど、そうか。これまた閉じれない人がね、なるほどね、はい、閉じれないの、これちょっとね、ちょっと改良できるかも。今、改良模索中です。はい、あの模索中で、うん。出てきたらもう、画面どっか触れば消えるように。次回まで聞いたかな。違う、あの、なんか絵の説明を出すことには結構します。みんなそうだ、マムニさんとジレン、なるほどね。やっぱりそうですよね。ちなみにあれ、エイテムさんいます？エイテムさんいます？あ、います、います。あ、どうですか、エイテムさん絵見れてます？絵見れてます。女相撲どうですか？面白いですね。なんか、うん、みんなのこの発想とかキーワードみたいなものがすごく意外で面白かったね。そうそうそう。やっぱその全然相撲じゃない絵が出てきてて、すごい。そうなんですよ。ね、白熊とかってそうですね、これね、うん、これあの13時40分とかに15時40分にあの相撲見てたら白熊が出てきたから、よし、じゃあキーワードに白熊相撲って入れたらこうなったのかなって。そうかも、そうかも。あ、そうなのかも。白熊つながりとかも、うん、白熊さんってのがいるんですか今。あ、すごいね。そうなんだ。あの、現代の高見盛りみたいな、ね、すごいマッコト的なあの相撲取りがいるんですよ。あ、すごい。多分だから白熊が相撲を取ってるってことは多分そんなことじゃないのかなと思いつつ、今これこのタップしてるんですけれども、なかなか押しか変わらない表示がね。そう、あ、じゃあ白熊はそうかもしれないな。これ奇跡の奇跡の一枚かもしれない。なるほどね。いや、いいです。誰かビール飲んでる、誰かビール飲んでる。ビール飲んでる。もうここね、あの、しげとみさんばりのボイシーフェスト本家に負けないぐらいのビールも飲めますね。あ、余談ですけれども、あの、一番右手のあの、キムスのキムキムの女性がなんか袴みたいなので戦ってるやつがありますけれども、ありますね、はい、これ、一番やぶなどもの決勝戦こんな感じでした。そうですか。え、こんな感じ。すごくない、宇都宮。すごかったですよ。うん、え、勝てる気がしないですよ、西尾さん、これ私。だって決勝戦にあの、本当に頭コチンってやりましたから、ね。すごい、すごい。そうなんだ。あのしこ名忘れちゃったけど。多分新野美さんは覚えてる。
なんだっけな、自分のしこ名しか覚えてない。しのみさん、しこ名何でした？しのみさんは。しのみ流産でした。あ、ここやし。あ、失業したんですか、しのみさん。しました。三回戦に負けちゃって。強かったんですよ。すごい。進めてる、すごい。すごいドチビなんです。多分ね、三回戦の中で一番強かったんですよ。いや、これじゃ、なんていうか、これ、浦新会の裏とかで。嬉しいかな、飛び猿ちっちゃい子の3回戦まで行って、もうそこでだいぶ体格差があって勝てなかったですね。すごい、いや、これなかなか、いや、これもうやったことある人しか言えない。そうなんだ。ちなみに、あの、うちの次女のしんこはですね、幼稚園時代に、あの、幼稚園の相撲大会男女混合戦で優勝して横綱になっております。すごい、ね、すごい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 、あのクルクル回ってですね、はい、ダンスたちを倒したという。すごい、いいですね。ユミスさんは相撲はやられたことは？いや、ないです。私は私は聞いてないですね。エンジェルさん、私も相撲やったことないです。あの、取り組みが長くなると頭ガンガンしてくるんですよ。うん、あの、無酸素状態で取り組んでるので、うんうんうん、1回戦目がすごい長くて、もう頭ガン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 してきちゃって。じゃあ、あの、長い相撲になった時みんな拍手してますけど、本当にあれはじゃあ、うん、頑張ってねっていう意味で拍手した方が、うん、そうですね。しんのびさんはなんか体作りとかもされたりするんですか？筋トレなりなんかトレーニングとか。筋トレはしてますけど、ね、でももうほんとちっちゃいんですよ。ちっちゃいので、ね、もう絶対3回戦以上いったら死ぬなっていうぐらいの体格差が。いや、そしたら良かったなって思います。ようやらことは分かってますよね。そうなんだ。なんかそんな、和気あいあいじゃないの？いや、全然ですよ。そんな、和気あいあいなんかないですよ。ガチンコ勝負。ガチですよ。自分もガチンコ勝負。何で料理屋がついてみんな高等級に火がついてくる。そうなんだ。やっぱみんなそうさせるんですね、相撲はね。なんとかして勝とうと思うんですよ。ちなみに高野さん質問してますけど、この絵をスクショしてオープンチャットで共有したりするのは OK ですか？はい、あ、大丈夫です。はい。あ、大丈夫。あ、大丈夫だそうです。こちらね、もうあれメタバースにすると入って皆さん入ってくれていただきましょう。あ、ですね。なので、ぜひあの写真撮ってね、はい、あの共有していただきたいなと思いますが、これ、西尾さん、あの、いろんな、ね、お仕事やってきたと思いますけど、これアートの審査員ってどういう観点で西尾さんこれ選んできます？これはね、私の場合は、あの、実は絵画教室に通ってたことが、あの、子供の頃にありまして。おぉ、引き出し多いな。その時に、あの、絵描きの先生だったんですけど、その先生から、はい、あの、絵について教わったことが一つだけあって、はい、いい絵っていうのは、語りかけてくるっていう。かっこいいね。絵の人から、あの、語りかけてくるっていうんで、もうそれはすごく大事にしてますね。なるほど。だから、ね、この観点で今見てる、うん、以上で、じゃあ今回も語りかけてくる作品を西尾審査員は選んでいく。そうですね。なんだろう、これ、うん、なんか何かがね、やっぱり伝えてくるんですよ、絵の方から。絵の方から。はい。そうかそうか。これはもう絶対に、あの、美術館とか行ってもやっぱりいい絵はね、話しかけてくる、うん、これでも今回それ面白いなと思ったのは、この、まあ、今まで人間に描いてたアートだったんで話しかけてくる観点で見ていくと思うんですけど、今回 AI アートなんですね。果たしてこの生成 AI が作った絵が西尾さんのこの感情に語りかけてくるかどうか、これ非常に注目ですね。あの、もうすでに1回その、第1回もやって後ろの方のやつも審査したんですけど、はい、やっぱありますね。ありますか、やっぱり。あ、面白いっていう。うん。で、それで3人審査員がいたんですけど、私と被っている絵を選んだ方がいたんで、やっ
ぱ語りかけてきてたそういう意味で。すごい。相撲以外もいけるんですね。意外と早いよ、芸術系は。いや、意外と芸術系はね。いや、すごいな。なるほど。で、ちょっと語りかけてくる観点でね。応募する際は作っていただきたいなと思います。ちょっと YouTube の方、音小さい、ちょっと上げてみますね。こんな感じかな。なるほどね。でも確かにこれ後ろの方がその高田さんおじさん AI 選手権がこの壁際のやつってですね。こっちも確かに私も設置してて、すごい芸術作品だなと思ったので、これすごいの多いですね。うん。これおじさんの方はあれですか、優秀作品とかでもう出ちゃったんですか。はい、優秀作品はこの今真ん中にあるこのちょっと大きいやつですね。あ、これね、はい、これ、はい、確かに真ん中にある3つが真ん中1、2、3、真ん中にある3つ、真ん中の3つが1、2、3位ですね。なるほどね。でちょっとその周りにあるのが、うん、ある2、3、あの4つぐらいが前回の2週3含めた審査員の方々が、まあ、他にも選んだへえ、とてもおじさん選手権って書いてるような絵には見えないぐらい綺麗ですよね、うん、そっかそっか、これすごいわ。優勝が真ん中の通称は通称、あ、ごめんなさい、音途切れてた。通称ゴミってやつですね。なんかゴミを捨ててるんですよ、いっぱい。はいはい、というのがこっちで、で2位がこの、左のやつで、はい、通称女体盛りってやつなんです。女体盛りね、あ、確かに、はい、ま、そうそう、盛りのイメージが違うのか。女体盛り、ね、近くで見ると、ね、ものすごく気持ち悪いんですよ、うん、虫がいる、虫がめっちゃ気持ち悪いんですよ、なんか女体盛りなのかなと思って見てみると、なんかね、あなた虫とかがいっぱいいる。ああ、本当だ本当だ、ああ、そうなんだ、取れてたんです。そんな発想ってなかなか出てこないし、 AI でそういうものを表すすごいねっていう話になったのがこの通称女体盛りです。確かに美醜っていうテーマだったんでね、それぞれの皆さんの考える、うん、あ、そっか、美しさと醜さとみたいなところのやっぱここの感性とか、うんうんうん、なんかもうそれぞれあってすごく面白かったですね、うん、なるほど。これ絵が得意な人はもちろんですけど、絵が苦手な人も生成 AI に命令、プロンプトという名の命令をうまく書けばこういうアート作品が作れてしまうということなんでね。これは不得意な方こそ、まあ、私含めですけど、絵が不得意な方こそね、挑戦しなきゃ面白いと思います。結局そのキーワードをその入力することによって、うん、そのキーワードから、絵が作られるってことらしいんです。うん、だから絵心がなくてもキーワードを入れて、それで自分の持ってるその言葉のイメージから絵が出てきたら、それを自分の作品として出すっていう、そういう形らしいんです。出すと、うん、すごい時代だわこれ。だから単語だけ並べても出ますし、うん、物語風に文章に書いても何かが出るんですよね。出ると、はあ、自分でどう表現したらいいかわからないっていう時でも、こういうイメージのものが浮かんでくるんだよなっていうのを書くだけで、何かさ、こう絵が作品ができるっていうのがすごいですね、やっぱりね。すごい。自分じゃ書けない。これです。ね、書けない。これさらにいいのが、メタバースだとこう結構みんなアバターで近づくとね、結構細かく見えるので、なんか普通の美術館だとね、こんな近づいたら怒られちゃうから、近づいたりして見れるっていうのもね、いいですね。公式のインスタの方にね、一覧でずらずらって並んでるので、それ見るのもすごく楽しいんですけど、はい、やっぱこう近づけるって美術館的な感じ、こう大きく、うんうん、自分よりもちょっと大きく見えるっていう、なんかちょっといいですよね。いいですね。いやー、よかった。いやー、これ高田さんギリギリまで結構調整してよかったですね、はい、これ。そうですね、ありがとうございます。今日の午前中までやりました。そうそうそう、なんならね、今日の3時だからね、3時まで我々ギリギリまでこれやってましたんで、うん、いや、いいですね、はい、で、これ、あれですかね、うん、2日ある、うん、から2日後を締め切って、うん、また大賞の発表とかは、
はい、また別の何日ですね。最初の発表は11月の30日の土曜日に西尾さん含め新生の方々がその公式のインスタライブで発表してくれます。はい、発表すると。そうですね、また発表した後にきっとこの後高田さんがね並び替えてメタバース会場でも対象とか分かりやすくしてくれると。はい、ここでまた並び替えますので、またどんどん作品も増えると思いますので、はい、ぜひねまたその30日頃にねまた遊びに来ていただきたいなと思います。はい、ぜひぜひお願いします。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。というわけで、浦市サミット2024の初日オープニングは大相撲メタバース場所11月場所をお送りしました。改めて、ユミさん、ちょっと今回こういったアートと絡めてみましたけれども、まあ、11月場所含めていかがでしたでしょうか。はい、あ、今日もまたすごく楽しかったです。またパパのサプライズパーティーもできて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。これはモルさんと川口さんにもちょっと最初ご相談して、なんかこの本当は横断幕とか作ってもらおうかなと思ったんですけど、ちょっと今回はそういうのは実装は無理っていうことで、このアバターならできるよってお話いただいたんで、もう本当にモルさんと川口さんもありがとうございました。ご協力ありがとう。モルさん、川口さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにこれ言い出しっぺは誰だ。あ、私。やみさん、ありがとう。よかった。あ、そうなんです。それで、ケンユーさんの方にも、パパっ子に伝えてくださいってお願いして、もうすごいケンユーさんが、はい、パパっ子たちにも配布してくださいました。ケンユーさんもありがとうございます。ケンユーさん、ありがとう。すごいね。よくわからずにできたな。確かに、モルさん、川口さん、多分横断幕くっつけるって言ったら、私がね、クラスターにアップするとき見えちゃうから、そうなんですよ。今日、ちょっとダメでやってくれたのかもしれない。あ、そうですね、はい。あ、でも私もスイッチで出現するように作ろうかなってちょっと思ったんだけど、ちょっと時間なかったですね。そう、この絵と同じで、そう、押したら出てくるみたいに。あ、出てくるみたいな。いや、いや、とんでもない、ありがとうございます。今囲まれ、なんか魔法陣みたいに囲まれてますけどね。ありがとうございます。そして、では、あ、エイテムさん、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。パパさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、一緒にお祝いできてよかったです。いや、よかったですよ。エイテムさん、付き合い長いですからね、本当に、ね。ですね、そうなんですよね。意外と子さんなんで意外と子さんだって、エイティムさん多分リアルエイティムさん見たことあるの多分私ぐらいじゃないと思う。そうですね、なんかボイシーの方の打ち上げ的なね、イベント的なものでね、お会いしたことあるんですよ。あるぐらいなので貴重だね、はい、はい、子さんですからね。ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。このアートもすごく良かったです。なんか近づいてこう説明が見れるっていうのもすごくいいなと思いました。ね、ですよね。ですね。私意外と身長が高いんで、リアル美術館だとちょっと、はい、周りの人に申し訳ないなってなっちゃうんで、こんだけ近づけて見れて、そうですね、なんかじっくり見れるっていうのはすごいいいなと思いました。ありがとうございます。でも背高いから後ろからみんなに飛び越して見れるとかじゃないですね。こう気にしちゃうんですか、そんな。でも私目悪いから私は近づかないですよ。なるほど。なるほど、メタバースは近づいていくとちょっとみんなに申し訳ないなみたいな。申し訳ないそう、そういう楽しみ方もねあるですね。なんかこの形の美術館はすごいいいなと思いました。お、よかった。じゃあちょっとこのシリーズもちょっと増やしていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。そして西尾さん、ありがとうございました。西尾さん、どこかで。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。いや、審査員もされててね、こう実際にこう審査してた絵もここで見れましたけれども、やっぱこの実際にアバター越しで見る絵もいいもんですね、はい、結構ね面白いですね、やっぱりね、うん、どうだろう、今までやっぱりその、なんあれでインスタのそのやつで見てたんで、ちょっとやっぱり実際飾ってあるものっていう観点で見るとやっぱ違うなっていうふうに思いましたね。うん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 、いやー、よかったです。ちょっとこの詳細が出てくるやつはもうちょっとね、高田さんと詰めていきたいと思いますが、まあ絵を見るってことに関してはメタバースと相性良さそうなので、はい、機
引き続きあの西尾審査員ぜひこのあの親子部門の方も審査員頑張っていただければと思います。そしてあれですね、千秋楽西尾さんの優勝がかかってますんで、ぜひ千秋楽頑張っていただきたいなと。なんかもうね、だって去年の7月からね、あのパパさんとメタバース場所をやらせてもらって、すごくいろんな形でね、はい、もうあの進化していって、うん、ついになんかこういう形に変わってったかっていう意味で、毎回なんかすごくその変化を楽しんでおります。ありがとうございます。もうね、あの某フェスにね負けないぐらい千変万化でね変わっておりますのでね、そのあたりもね楽しみにいただきたいなと思います。ちょっと11月26日に、はい、あの私も仕掛けていきますんで、ちょっとそれ最後宣伝だけ、26日西尾さん何仕掛けるんですか、はい、これボイシーフェスの前日に、あのボイシーフェスのテーマである天変万化っていうことがあるんですけど、それを前日のうちにあのボイシーパーソナリティの人を呼んで語り尽くして、あのボイシーフェス潰してやろうっていう企画をやります。反骨精神いいですね。もう先に語っちゃおうと、天変万化をね。そうですね、先に語って、あの3900円払ったやつを全部ドブに捨ててさせてやるよっていう。いや、いいですね。それちなみにあれですね、西尾さん一人でやるんですか、こう。いえ、パーソナリティーもうすでに、5人呼んでおきまして、またすごいすごい、はい、もうすでに、はい、あのもう精鋭たちがあの集っておりますので、いいですね。これあのこれが26、あの来ますっていうか、来られるならちょっと10分くらい話してもらえる。21時からっていう。じゃあ行っちゃおうかな。ちなみに西尾さん、あのこのウラシーもちょうどね、西尾さんと被ってなくていいなと思ったのが、はい、まず25ウラシーやります、うん、で全部丸かぶり、27、28、29と全部ウラシーを21時からぶつけておりますので、うん、もう西尾さんが26って言った瞬間に、これスインパス以外の何者ね。1週間我々で、あの、うん、こうね、たまたまですね、たまたま被っちゃった感じでね、やっていきます、ね。うん、いいですね。はい、あの今回パーソナリティの方に、あのまあ8分とかそれぐらいの枠の中で千変万化で、あのそれぞれの千変万化語っていただくっていうものなので、ぜひいらっしゃっていただければと思います。そうですね、前日、はい、まあね、勝手に前夜祭みたいな感じでね、26日そうそうそう、はい、ボイシーの西尾さんのライブ、多分だから前日に同じテーマでやるってなると、あのそれこそボイシーの社員とか下手すると尾形さんとか来るんじゃないかなって思ってます。来るかもしれないので、これサプライズがね、そうそうそう、あるかもしれない。そうそうそう、だから尾形さん来たら、あの僕はあの引き上げてみようか。怖いよ怖いよ、西尾さん怖いよ。もうぜひ、でもいたら引き上げてください。ぜひ上がってきたら喋ってみようか。ぜひ喋って。うん、そう、まあ、もう面識はすでにやってるんで、はい、そうですよね。ダメ元でちょっとそこはやってみて、ダメならまあしゃあない。しゃあない。やろうと思います。いいですね。なんでちょっと26日西尾さんのライブで何かが起きるかもしれないので、はい、ぜひ21時からお集まりいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。というわけで、2024ですね、ウラシーサミット2024大相撲メタバース場所11月場所でした。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。で最後に、あの記念撮影撮りましょう。女相撲の、ありがとう高野さん、女相撲の作品の前に、じゃあ皆さん並んでいただければと。よろしくお願いします。パパさん囲んでこれいきましょうかね。あ、いいですか、いいですか、ありがとうございます。あ、すごいすごいすごい。で、この私は白熊の前ぐらいにこう。あ、いいですね、いいですね。いいですね。これ誰か、これあれかな、セルフで撮れるの。ピースとかすると、これみんなピースできるの、これ。ピース。座ってる、座れるんだ。すごいすごい。あ、これで自撮りでちょっと私引き気味で撮ってみる。私の周りに来ていただければ写真撮りたいと思います。OKOK。あ、みんな集まって。行きますよ。あ、大丈夫。あの、これね、あの、アート作品って実は当たり判定が、あの、壁みたいにぶつかっちゃうんで、前に進めないなと思ったら、ちょっと脇ずれていただくといいかなと。お、いいです。みんな集まって。あ、すごいすごいすごい。お、じゃあ、一旦行きますよ。じゃあ、あの、パパもあれはの前方ぐらいにカメラがあると思っていただければ。じゃあ行きますね。まず1枚目。
行きますよ、じゃあ。はい、うらしー、あしゃ。あ、いいですね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 、ありがとうございます。あー、いい、祝い、祝い、あー、誕生日いっぱいある、ありがとうございます。それでは、じゃ2枚目、これもうちょっと上からいけるかな、ちょっと待ってください、これが限界かな、よし、では参ります、2枚目いけます。はい、チーズ、うらしー、よし、オッケー、ありがとうございます。もう大体見る、あ、あれがカメラマンモードも撮れたかな、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。こっちも撮れました、撮れました、撮れました、オッケーオッケー、ありがとうございます。というわけで、いやー、11月23日素敵な誕生日になりました、皆様ありがとうございました。引き続き嬉しい、どん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 素敵なセッションやっていきますので、楽しみにしていただければと思います。皆様ありがとうございました、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 ありがとうございました。いっぱいいるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、まずはすぐから覚えて、もういるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、まずは小結び取り覚えてね、小結び一人目大栄翔狙いたい、二度目の幕内優勝、小結び二人目平戸海長崎、23年ぶりの新小結び、関脇は3覚えてね、関脇一人目あちゃん四股が綺麗でついつい見とれちゃう、関脇二人目を乗せと目指せ先場所に続いていての優勝、ありがとうございました、輝かせてほしいよね、このしこ名大関ホテルの豊昇龍、マジ顔と笑顔のギャップにキュン、大関三人目貴景勝、叶うか誤解ねど幕内優勝、お相撲さん覚えたいだけどいっぱいいるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、この地位を守る一息にまし急いで今場所を土俵に、現役横綱湯つむに出るの富士、みんなで歌って覚えましょう、この歌の名前は横綱三役、覚えにゃソング、覚えにゃソング、お相撲さん覚えたいだけどいっぱいいるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、まずは全て覚えて、もういるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、お相撲さん覚えたいだけどいっぱいいるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、まずは全てを覚えて、もういるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう、まずは小結び取り覚えてね、小結び一人目大栄翔狙いたい、二度目の幕内優勝、小結び二人目平戸海長崎、23年ぶりの新小結び、関脇は3覚えてね、関脇一人目あげちゃん四股が綺麗でついつい見とれちゃう、関脇二人目をの里目指せ先場所に続いての優勝、関脇三人目霧島大関に舞い戻ってほしいな、お相撲さん覚えたいだけどいっぱいいるから難しい、まずは横綱三役覚えましょう。
ひとりめこと桜輝かせてほしいよねこのしこな宝石ホテルの宝生流マジ顔と笑顔のギャップにキュン宝石三人ネタ掛け賞叶うか誤解ねの幕っていう賞配信と締め切りたいと思います。皆様ありがとうございました。あ、危ない危ない。ありがとうございました。